ピンポン。アーシママだよ。ママ、チェルママ。おんらー、アーシママはやっぱ最高バブね。こんばんは、ママ。アーシママ今日はカレーだね。チェルママは刺さる。サイタママ、もっとお願いします。ママ。バブミ。バブミは、赤ちゃんの発生であるバブバブに、温かみや深みなど、形容詞の後につける設備語、み、を加えて作られた言葉、主に年下の女性に対して母性を感じることを意味し、本来であれば年上の女性に感じるはずの母性を、自分よりも年下の女性に感じてしまった時に、〇〇にバブミを感じる、と表現する。また、バブミは、使用する性別によって意味が若干異なってくる。男性が使用する場合、先ほども言ったように年齢的に幼い女性に対して母性を感じた時に使い、SNS やブログなどネット上で褒めたり語ったりするシーンで使用することが一般的。対して女性が使用する場合、童顔の男性アイドルや甘えん坊な男性の言動に母性を刺激された際などに使う、ある程度の年齢の男性を対象に使用することが一般的であり、子供っぽい男性だけのみならず可愛いシーンや、普段はしっかりとしている人が無邪気な行動を見て、母性を刺激された時に使用することが多い。このように男性がバブミを使用するときは、自身が赤ちゃん側で、女性が使用する場合は対象を赤ちゃんに見立てて、可愛がりたくなる気持ちを表す、という違いがあるので、使用時、解釈時には注意しよう。彼女は私の母になってくれる女性かもしれない。おい、なんかみんな喜んでるけど、アーシがママになるとなんで喜ぶの？ははは、そりゃまた愚問ですな。でもその純粋さがつむみちゃんのいいところっていうか。そうですね、ならば私も純粋な心の内をお伝えしなきゃなるまい。性癖ってわかる？おい、何勇気だこいつ。わからない、どういうの？こういうの。おい、お前止まれ、私ママになる。やめろ、畳みかけてくんな、座ってろ。ね、なんだって？ま、ママになってみたいです。ひぃぃぃぃ。いやいや、ママになるって、先生には無理やろ。敵だ、ミュウ、このままみのある脱水顔立ち。男性な顔立ちね。包容力のあるボディ。うん、膝枕したら気持ちいいスベスベ。待て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 。え、ちょっと戻して。敵だ、ミュウ、このままみのある脱水顔立ち。男性な顔立ちね。包容力のあるボディ。うん。お分かりいただけただろうか。包容力のあるボディ。包容力のあるボディ。包容力のあるボディ。はあ。成長期、その一言で済ませられると思ってんのか、てめえは。みんながママやるなら私はおギャル役やる。おギャル役とは？やだな、赤ちゃん役ですよ、赤ちゃん役。はあ。は？でもな、赤ちゃんなんてやるの5年ぶりだからな、やり方忘れちゃってるかもな。5年前に実績があるのはなんで？そういう時はお手本を見るべし。お手本？赤ちゃんのお手本なんてそんなものあるんか。いや、勉強になる。ワッツ、おギャル役の大先輩、すむちゃんです。この世の地獄に詰めた絵面やめろ。よーし、準備万端。あーし、ママー。嫌すぎるこの赤ん坊。はいはい、ママだよ。バブーバブーうひひ、バブーうひ。横島な感情しか感じられない表情。よしよし。太もも、バブーバブー。おい、太ももとか言い出したぞこいつ。はいはい、太ももね。よしよし、いい子いい子、いつも頑張ってるもんね。ふひひ、うーん、ぐ寝ちゃった。あーし、ママすげー。ちなみに私たちの中で一番ママみがあるのは誰ですかね。まあ、うちなんだ。うるせえ、座ってろ。あーし、ママだよ。つむぎちゃんが一番やな。